အများဒီတည်ဆုံးလို့လားတရားခံအဓိကရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်လူခွေးရေးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်မှန်တဲ့စစ်တပ်ခွင့်ရကိုကျွန်တော်ကြံစူးစမ်းဖို့လိုပါတော့နည်းနည်းလေးဒီပန်းစားရောမင်းသားကိုနေချီပါ今မြန်မာနေရာချစ်စုတချင်ခုနတော့あのクーデターのことは一番後ろがクーデターの成功ために中国共産党政府は支援して武器も支援して我々はミャンマーは許されないです。今ミャンマー国民のミャンマーの民主化もミャンマー自由も奪っています。だから皆さんミャンマーと一緒ミャンマーの民主化世界の民主化アジアの民主化我々一緒頑張りましょう。よろしくお願いします。続きまして、実は私たちのミャンマーの背景には中国は何十年続けているか皆さんご存知だと思います。今回のクーデターだけじゃなくて88年の時からクーデターをされた時、ミャンマー国軍を武器を売ったのは中国です。そしてミャンマーの資源を安い値段で吸い取ったのも中国のことです。ただし私たちは中国を嫌いではない。中国共産党の政策を私たちは嫌いです。それはなぜなのか、例えば今回のクーデターのところにも中国の企業がミャンマーから資源をいち早く24時間全然止まらない吸い取っております。また天津政権の時からラカイン場所ところからパイプを取ってこの天然ガスを今中国のところに行ってます。それはビジネスとしては私たちは何とも言えないんですが、このガスを安い値段で買ってこれからミャンマーに電気を売るとしてるバカバカしなプロジェクトです。私たちは決して中国の共産党をみんなさんと共に受けられないということで、今日その6カ国の皆さんと決意をして、これからも私たちは皆さんと組んでできることをやり続けて、長尾先生のとこの国会にも圧力をかけてお願いをかけてするかもしれない。それを日本の今みんなのメディアから世界を発信していただきたい。もう一つ、私たち国連という立場を考えなければならない。国連安保理で拒否権を持っている5つの国はしかない。それはですね、1965年の後についてて、もうめっちゃ長い、古いです。拒否権は今、なくすわけです。もう21世紀なので、それを新しく考えなければならない。今国連が何の力もない。国連の意味が何なのか皆さん考えてください。私たちも国連に関して要請文を皆さんと考えて出すつもりです。日本という今の日本政府もミャンマー国語に太いパイプを持っていると言ってたのに、北住さんが拘束される。じゃあ日本の政府はそれをパイプを取ってどうやってるのか、そろそろ裁判かけて3人の刑あるいは5人の刑を言い渡すところになってるところ、日本政府はなんで未だに太いパイプばっかり言ってるのか、わけわからない。今の日本政府には信用できない。日本政府に皆さん、日本人の皆さん、政権交代を考えなければならない。そこまで考えないと日本は沈没するかもしれない。いろんな問題があって私たち今集まっても日本の国民には謝るしかない。
これ長くでも仕方なく集まっているところ、皆さんにも許して応援していただきたいと思いますので、これからもアジアが自由と民主主義を創建するところまで私たちは引き続き頑張るしかないので、よろしくお願いします。ありがとうございます。続けてチベットから在日チベット人コミュニティ天神くんがさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。今日私たちはここ国連の前にて、今とても緊急性を要する懸案事項である中国によるチベットウイグルス、香港、南モンゴル、ミャンマー、そしてカンボジアなどを対する暴挙について訴えています。私の母国チベットは1959年3月10日に完全に征服されました。その後その日に何千ものチベット人が中国に対し平和的に抗議しました。しかし中国軍により数千もののチベット人は殺害され、ダライ・ラマ法を筆頭に数千万のチベット人はインドを中心とした諸外国の 難民として逃れました。その後中国は160万人のチベット人を殺害し、6600ものの寺院を破壊しました。そして62年後、今私たちは同様の殺害や文化破壊が軍事的なハードパワーだけではなく、経済的なソフトパワーにより、ウイグル、モンゴル、南モンゴル、そして香港に起きているのを目撃しています。諸外国が中国人の人権問題を打ち出すたびに、中国は内政干渉だと訴え、中国の国内の問題にすり替えています。しかしその一方で、中国は賄賂や汚職という抜け道を使って民主主義との議題に合う自由を抑圧することで、国連や他国の政治に影響を与えております。その影響力はミャンマー、タイ、カンボジアを見れば明らかです。世界経済は中国があらゆる権利において自由で民主的で開かれた社会となることを期待しましたが、中国はそれに逆行し、より強い経済力を持った抑制的な政権となりました。また現在のコロナ禍は中国のその不透明な対応により、世界中で1億5000万人以上の人々が感染し、300万以上の人がその命を落としました。世界がパンデミックと戦っているこの間に、中国は日本の尖閣諸島をはじめとした他国の領土を不法侵入を繰り返しています。この機会を利用し、中国は世界中の現在窮地にある企業や産業を買い占め、他国の経済を支配しようとしています。現在中国のこうした動きに気づき行動を始めた国もありますが、日本のように中国のマネーからの脱却に躊躇する国もあります。手遅れ前に今こそ一緒に立ち上がり、中国に対し脳を突きつけ、世の中をより良い世界を変える時なのです。皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてウイグルから日本ウイグル協会宇田ケリムさんです。よろしくお願いします。皆様本日本日集まっていただき誠にありがとうございます。私は日本ウイグル協会会長の宇田と申します。
私たちは数年前であればお互いねあんまり知らなかったんですよね。本日同じ運営でこちらに、ね、集まってきました。ご存知の通り現在ウイグル人、ウイグル人、チベット人、南モンゴル人、香港人、ミャンマー人がジェネサイト、人権弾圧、人権弾圧、あと虐殺の対象になっております。今年2月ミャンマーで起きたのことは中国政府の野心は自分の国境に限定されないということを明確に再度表示しました。今言われたの犯罪の犯罪者は中国政府であります。私たちは自分の国、権利、自由を取り戻すまで戦っていきます。この道でぜひお互いに応援していきましょう。最後になりますが、日本政府、日本国会、国連、国際社会にお願いです。現在中国で起きたジェネサイト、人権弾圧、無視しないでください。ぜひ一刻も早くこのような悪夢を終わらせるために具体的な行動を起きてやってください。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日は母の日です。ここにいる女性たち皆さん、母となっている皆さん、母の日おめでとうございます。けども1年前のこの日、中国共産党国家安全局の人は私のお兄さんを人質にして、彼たちに言ってるのは、あなたのお母さんの身の安定は私たち確認しますから、スパイ活動しなさい。この日で1年になりました。1年私は負けてない。皆さんと一緒に頑張ってます。気温も負けない。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。